六代目、大谷智恵門6月1日から1943年9月10日は、大正から昭和戦前期に活躍した歌舞伎役者。矢号は、赤子屋。縄文は丸十、河江門は水仙丸。本名は、青木八太郎。歌舞伎役者中村咲介の子として、東京浅草に生まれる。父が、下回りの役者だったことから幼くして、歌舞伎の世界に入り、 五代目、中村歌絵門に入門。明治24年、浅草座で、中村伊藤兵衛を名乗って、初舞台。明治31年6月に、中村伊藤、翌年1月に、初代中村おもちゃと名乗り、初代、中村吉絵門や初代女高屋正伝寺らの、子供芝居に出る。明治35年6月、市村座において、中村小松家を襲名。 次第に才能が認められ明治44年11月歌舞伎座、鎌倉武官で5代目、中村東蔵を襲名。そして、大正9年4月に6代目、大谷智江門を襲名した。門伐外から幹部に出世した努力の人で、律儀な性格を反映した手堅い芸風と多くの役を卒なくこなす器用さが持ち味だった。主に六代目、小野菊五郎の舞台を務め、 菅原伝授手習い館、寺小屋の春道現場、神霊、矢口渡るの富、兵衛、雪小や入リアゼミチの竹が、階段ボタン道路の志だけ、金本中心蔵、九段目の本蔵、伊賀越道中、総六、岡崎の神戸、本町二十四甲、竹の子堀の老女小史寺、平家女後島、年広の瀬尾太郎などの丸本物や、世話物のほか、新歌舞伎、 砲弾酔い見合うノフト銃などが冴えた。しかし、昭和18年9月10日、巡業先の鳥取で、鳥取王地震に会い、楽屋として使っていた家屋が倒壊して死亡した。57歳坊つ。死の直前に、大谷宗家継承が内定しており、葬儀に再始継承式が未亡人に対して行われた。子に2代目、中村福之城と、4代目、中村若衛門がいる。 ありがとうございます。